皆さんこんにちは。前回は射出成形の成形方法についてお話ししました。今回は射出成形のメリットや射出成形を行う上で最も効率のいい環境について解説します。ぜひ最後まで見ていってください。メリットの一つ目は超大量生産ができることです。金型は一つ作ってしまえばそこから全く同じ外観、品質の製品を生産できます。つまり射出成形機を動かせば動かすほど同じ製品を大量に生産できるのです。基本的には一つの金型で丁寧にメンテナンスを行いさえすれば100万個以上ものプラスチック製品を成形することが可能です。メリットの2つ目は様々な樹脂に対応ができることです。射出成形は溶けた樹脂を注射器のような細いノズルを通し押し出して金型へ流し込みます。よって溶かしてしまえばある程度の種類の樹脂ならおおむね同じ金型で対応できてしまうということです。一般的な樹脂である PP からスーパーエンプラと呼ばれる超高性能プラスチックまで幅広く対応ができます。また純粋な樹脂だけでなくガラス繊維や炭素繊維を配合して強度を高めた樹脂や染料を加えて希望の色を着色した樹脂、絶縁性や耐候性といった樹脂まで用途に合わせた樹脂での成形が可能なのです。メリットの3つ目は複雑な形状も再現可能で衣装面がとても美しいことです。射出成形の最も特徴的なメリットは衣装面の美しさを高めることであり、ギザギザした形状のデザイン、可愛い丸みを表現したデザイン、文字やロゴマークを入れるなど細かく複雑な形状も再現できることでしょう。成形機上で閉じられた金型の中に高圧力で溶けた樹脂を注入するので金型の転写性が非常に高いのがそれを可能にする理由です。またカチッとはめ込むスペースがあったり穴が開いていたりヒンジがあってグネグネと曲げることができたり、そういった機能的な要素も後から加工を加える必要はなく射出成形のワンショットで完成させることができるのです。前述したように金型の転写性が非常に高いので製品設計時点で入念に機能性を詰め込み型さえ作ってしまえばその製品としての機能もそのまま再現しやすいのです。製品によっては表面をメッキにしたり質感をザラザラにしたりと後から加工するケースもありますが、基本的にはワンショットの成形がそのまま製品となります。この後加工という煩わしさが不要な点も射出成形が量産に向いている要因といえます。そんな射出成形を行う上で最も効率のいい環境とは何でしょうか。今までご説明してきた通り、射出成形とは非常に量産性が高く、思い通りの形状を精度高く生み出せる、とてもメジャーな成形工法です。しかし、デメリットとして、イニシャルコストが高額で、製品を流通させるまでには長い時間がかかるという面もあります。だからこそ、金型メーカー、成形メーカーを選定する前に、そのメーカーがいかに効率のいいプロジェクトを共に行ってくれるかがとても重要です。ここでは製品開発プロジェクトを進める上で、特に注目したい設備環境についてご紹介します。射出成形を行う上で最も効率のいい環境とは、同じ工場に射出成形現場と金型製造現場がある環境です。射出成形の量産において、金型メーカーと成形メーカーは別々で運用されている場合が多いのではないでしょうか。当然、各々のメーカーにとっては、責任区分が自社の専門範囲に限定されるのでメリットはあるでしょう。しかし、クライアントである製品メーカーの立場ではどうでしょうか。図のように、プロジェクトがスタートして金型が製作された後や、成形途中で不具合が発生し、金型を回収する場合などに、都度金型を輸送するという工程が生まれてしまいます。金型メーカーと成形メーカーが別々の場合、金型輸送に伴う時間的ロスが発生してしまいます。では、もし成形現場と
金型製造現場が同じ工場内にあったとしたらどうでしょうか。当然金型を作った後はすぐ隣に配備された成形機に載せるだけですし、金型回収が発生しても成形機からその場で下ろし横で直してまた載せる、そんなことが可能になります。同じ工場に射出成形機と金型製造現場があることで大幅な納期短縮の可能性が生まれ、プロジェクトにとって大きなメリットになるでしょう。最後にまとめです。射出成形は超大量生産ができ、様々な樹脂に対応可能です。そして複雑な形状も精度よく再現できてしまう大変優れた成形工法になります。そんな魅力ばかりが際立つ射出成形ではありますが、その分思い通りの製品を効率よく生み出すには、整った設備や経験から培った技術的な知見が伴った上で初めて実現させることができるでしょう。弊社関東製作所は金型の設計と製作がメインですが、同時に成形品の生産や加工事業において多くの知識経験があります。中でも弊社の強みは、国内で1000トン以上の金型に対応できるメーカーが100社前後と限られている中で、中大型の金型や成形品の対応を得意としていることです。また弊社の東海地区と九州地区にある成形工場には金型現場が併設されています。納期の短縮や迅速な調整が可能なだけでなく、金型の輸送にかかる費用も抑えることができます。ぜひ一度ご相談ください。こちらは参考サイトのご案内です。今回紹介した内容の記事は NFG ハックからもご覧いただけます。概要欄には各サイトの URL が貼ってありますので、その他の記事も参考にしてください。関東 NFG チャンネルではプラスチックに関わる様々な情報を配信しています。ぜひ他の動画もご覧ください。次回のご視聴もお待ちしております。